パート41、またしたな。さて今回はメインのストーリーミッションの新しいのが出てこないんで、エクストリームを潰していきましょう。エクストリームの極限環境微生物、空港であのスカルズ4人組と戦うやつですね。ここはね、 D ウォーカーのガトリングがすごい便利なんで、これでいきます。前方に雲。私たちを狩りに来た。で、D ウォーカーどこだ。あったあったあった。とりあえずもう D ウォーカーでひたすらガトリングで削っていく。待ってね、あいつが投げてくんだよな。あの待って、岩投げてくる。あれまずいと思う。あ、硬くなってんな。一匹倒すのに多分弾丸を使う量が多くなってる。撃つんじゃねえ。ウォーカーギアは大丈夫か。あれは、いや、きついなこれ。さあここですね、思ったよりむずいね。ここベストな攻略はガスを絶対食らわないようにしながらひたすらガトリングで削る。これがもうベスト。あー待って、ガスはやばい、ガスはやばい。でね、あの岩がえぐいんですよ、奥から。まずい、ガトリングが熱で、あの岩が本当にやばいんでダッシュで逃げていく。で、弱ってるスカルズからやっつける。あー硬くなった、これずるいよ。よし、まず一人。まずいな、ポンコツ化しようとしている。 D ウォーカーがね、お釈迦になるともう無理ですね。なもんでガスをなるべく避けながら。危ない危ない危ない、どこ行った。ガスやめて。まずこの数を減らさないことには始まらん。弱ってるやつ奥行ったな。邪魔だよ。やっていくかこいつを。あの岩がやばい。硬くなった。ギリギリ、もうちょい。よし、二人目。あの奥のやつ倒してな。
こいつでもいいけど、そろそろ逃げるはず。で、またガスか。よし、残りラス1。どうだ、そっちか。これでいけるはず。よしよし。いや、ここむずいですね。さあ今回は S ランク。やっぱりクリア速度がね、速いとランクが上がりますね。ボス、緊急事態だ。マザーベースで生体臭が再発生した。死者も出ている。隔離プラットフォームの実験と以前放射線漏れが起きた場所だ。警備班を送ったばかりだというのに。新たに救出隊を送ったが帰ってこない。ボス、指示を仰ぎたい。マザーベースに戻ってくれ。先に連絡した通りだ。隔離プラットフォーム内の実験棟で生体臭が再発生。調査を兼ねて救出隊を送ったが帰ってこない。連絡も途絶えた。疑似体は選抜済みだ。あとはあんたの指示。俺が行く。一人でいい。ボス、何を言っている。何もあんたが。もう犠牲は出せない。中で何が起きているかわからないんだ。だからだよ。中のストレスはもう限界だろう。大勢で言ってもあいつらを刺激するだけだ。もう犠牲を出したくない。わかった。ではまず感染状況の調査を頼む。救出はその後、状況が分かってからだ。出発するときは端末から指示をくれ。